はい、柳瀬博文君。え <laughs> 日本史の会の柳瀬博文でございます。えー、まず法案の審議の前にですね。えー、先般、あの人気女子プロレスラーの木村花さんがあのお亡くなりになられました。えー、心からですね。ご冥福をお祈り申し上げたいというふうに思います。 SNS でまあ、誹謗中傷があったということが、まあ、報道されておりまして、まあ、それと同時にです、ね、今、SNS への、まあ、匿名の悪質な書き込みへの法規制が、まあ、不十分じゃないかといった声が上がっているというふうに思います。えー、総務省では、まあ、先月、有識者会議をこれに先立ってです、ね、あの設置をしておりまして、まあ、プロバイダー責任制限法に基づく開示対象となる発信者情報の追加。 また開示手続きの円滑化の方策の検討、また匿名の者が権利侵害情報を投稿した場合に、発信者の特定を容易にするための方策についての検討を進めるということでお伺いをしています。あの大臣もこれを、この検討結果を踏まえてです、ね、制度改正の対応をスピード感を持って進めていくというふうに答弁されているというふうに、存重しているところであります。えー でこの方向性についてはです、ね、まあ、手続きの迅速化、えーまあ、これは重要なことだなというふうに思いますし、この方向でぜひお願い申し上げたいというふうに思うんですけれども、その一方で,です、ね、これがの表現の自由に抵触してくるんではないかといったあの懸念の声もです、ね、ただ聞こえてまいります。例えば SN、SNS の運営者側が批判的な書き込みを一律に削除する方向に向かえば、表現の自由を侵害しかねない。 また、通信の秘密保護と被害救済のバランスを見極め、公共性がある情報発信までためらわないようにすべきであるといった声も上がっております。ぜひ大臣には、この制度改正、スピード感を持って臨んでいただきたいということはありますけれども、同時に、しっかりとこの表現の自由にご配慮いただきたいというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいいたと思います高市総務大臣。 えまあ総務省でこの SNS 上の権利侵害情報に関して、有識者会議を設置したのがあのまあ先月ではなく、先々月、4月になります。で、今、柳川選議員があのご紹介いただいたようなまあ内容で検討しております。で、あくまでも匿名のものが、刑法上は侮辱罪や、名誉毀損罪に当たり得る権利侵害情報を投稿した場合に、いかに迅速かつ、 えまた負担が少ないか形で被害者を救済できるかという観点から、議論をしていただいております。ですから、今般、検討の対象となるのは、あくまでも法律に違反する権利侵害情報でございますので、憲法第21条に手厚くあの保障されているまあ表現の自由、あのこれを損ねるような内容には絶対にならないということは言うまでもございません。はい、柳瀬君 はいあ,のありがとうございました、安心をしました、えーまあ、ポイントを絞って、ですねあの制度改正をしていただきたいというふうに思います、まあ、こういったの話が来ると、ですねやっぱりも,もっともっと規制していくべきなんだといった声が上がってくるということで、あの心配される方も多いものですから、あのぜひこれはあのポイントを絞って、迅速にですねあの制度改正に臨んでいただきたいというふうにお願い申し上げたいと思います。えー、それではの法案のお電話リレー サービスについて、何点かですね確認をしていきたいと思います。あの大変申し訳ないんですけれども、私はですねこの電話リレーサービスについて、これまでこの委員会でですね法案が上がってくるまで、この存在を知らなかったということで、ですね無知を恥じたいというふうに思うわけでありますけれども、まあ、各委員おっしゃっていた通りですねやっぱりこの、 啓発活動がです、ね、極めて重要だなというふうに考えておりますし、私も,私もです、ね、これ、反省をしっかりとして、えー、啓発の先頭に立っていきたいというふうに思っております、まずこのことを申し上げたいというふうに思いますけれども、えー、何点かです、ね、確認をさせてください。えー、まず最初にです、ね、うんまあ、先ほども、えー、ありましたけれども、この需要の見込みでありますけれども、約3倍、今1万人ぐらいの方が、この日本財団のサービスは登録されているということで聞いております。で3倍 倍の3万人を見込んでおるということですけれども、この3万人の根拠ですね、これについてお伺いできればというふうに思います、はい、厚生労働省社会援護局、橋本障害保険福祉部長。 まあ、この電話リレーサービスの需要につきまして、まあ、今後の電話以外の通信手段の整備状況など、さまざまな環境の変化の影響を受けますので、まあ、正確な算定というのは困難でございますけれども、一定の過程をおいて計推計すれば、利用者数は3倍程度になると、まあ、これまでお答えをしてきたところでございますで。その考え方でございますけれども、今、日本財団が行っておりますモデルプロジェクトにおける登録者の年齢分布を見てみますと、 30代40代の方が特に多くございますで、30代の聴覚障害者のおおむね3人に1人が利用しているというふうに推計されております でまあ、この電話リレーサービスが公共インフラ化することで、短期的に見ますと、利用者割合の一番高いこの30代の方々が100%利用するようになるというふうに推計した上で、まあ、他の年齢層の方々も同様の率だけ利用が広がると、まあ、そのように考えまして、今後3 5年間程度の利用者数の増がまあ3倍程度になるというふうに見込んでいるということでございます。まあ 以上申し上げましたのは、あくまでも現段階での荒い見込みでございますけれども、まあ、制度開始後も実際の利用状況を把握した上で、総務省と連携して、電話リレーサービスの需要に適切に対応できるように努力してまいりたいと考えています。柳瀬君。 はい、ありがとうございます、えーまあ、30代、40代の方があの利用者が多いので、まあ、それが3倍になるんではないかということだというふうに思います。えーまあ、これ、推計というのはなかなか難しいなというふうに思っておるんですけれども、私はあのこれがあのサービスがです、ね、あの必要な方にちゃんと適切に使えるという状況にすることが重要だというふうに思っている中で、えー、例えばです、ね、これ、聴覚障害者の方は、70代以上の方が,がかなり多いということです。70代以上の方がい、えー、いただいただではです、ね20万人以上 60代の方が5万人以上いらっしゃる30代40代50代の方というのはまあ1万人未満と。 いうことなのかなというふうに考えていますけれども、例えばですね、これ70代以上の方がこのサービスを知ってですね、よしこれを使おうということにこうなってくるとですね、非常に需要があの喚起されるということで、まこれは素晴らしいことだというふうに思うんですけれども、その分ですね、このサービスが適切に供給できるのかなということ、これを心配するわけであります。その点でこの通訳オペレーターの確保が重要だということで、さ先あの委員からもございました。まあ倍に。 するんだ1年間で100人ずつ、ですねこれ、増やしていくんだという話がありましたけれども、こういったですね例えばあのサービスが思ったよりも需要が多かったといったときに、このペ加オペレーターの皆さんをです、ねえー、よく確保していくといったことが可能なのかどうなのか、あのこの点についてお伺いしたいと思います、あと質の担保についてもお伺いしたいと思います、はい、橋本部長。今、委員からご指摘いただきましたように、まあ、先ほど申し上げた まあ、利用者数が3倍程度に増えるということを前提といたしましたときに、まあ、これに合わせて24時間365日対応になることなども考慮いたしましたときに、まあ、団体年間の利用回数というものが現在の4倍程度に増えるのではないかと、したがいまして、これに対応するオペレーターにつきましても、まあ、現状のまあ4倍程度が必要になってくると、まあ、こういうことを前提にいたしまして、まあ、オペレーターの要請につきましての見込みということを申し上げたほでごということでございます。 現在の見込みを大幅に上回ってきた場合、まあ、こういった時には、やはり現在、すでに、 手話通訳士、あるいは手話通訳者として登録されている方々の中で、より多くの方々にこのオペレーターとして手を挙げていただくということが必要になってまいりますし、また新たに、手話通訳士試験ですとか、あるいはこの通訳者としての試験、こういったものに合格してくる方々の中から、より多くの方にこのオペレーターの方に手を挙げていただくということが必要になってくるわけでございまして、私どもとしても、そういった方々へに対する働きかけとか、そういったことをしっかりと強めてまいりなる いいいいけないだろうというとうに思いますまた質の面におきましても、ご指摘のようなこの緊急通報への対応なども含めまして、電話リレーオペレーターとして必要となる能力やカリキュラムの研究を現在実施しているところでございますので、この研究成果をオペレーターの要請に生かすことで、その質の向上につなげてまいりたいと考えております、はい、柳瀬君。 はい、ありがとうございますあの需要が増えるということはあの、素晴らしいことだと思いますので、あのぜひ適切にです、ね、対応できるようにお願い申し上げたいというふうに思います。それと同時にです、ね、あのまあ、今回、24時間365日、そして緊急通報ができるようになったということですけれども、あのこれ、東京消防庁、まあ、消防庁の問題もです、ね、ただありましたけど、やっぱり大規模災害、先ほどあの大臣もおっしゃってましたけど大規模災害が起きたときにはです、ね、まあ、これ、緊急通報というのはかなり逼迫した状況になってくると。 といたことがございます。えー まあ、あの関東でもこの首都直下地震、あの南海トラフ地震といったことも想定されているわけですけれども、こういったですね大規模災害の時に、この緊急通報がつながるかどうかというのは、極めて重要な役割になうというふうに考えております、そういった点で、このこういった回線の,のです、ね、あの逼迫を回避する施策というのが、あのどれだけできるのかなっていうことがちょっと関心があるわけでありますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 はい、総務省高脇総合通信基盤局長。お答え申し上げます。 大委員ご指摘のとおり、大規模災害が発生した場合のような、解除を期待することが困難な状況におきましても、電話リレーサービスが適正かつ安定的に提供されることは極めて重要だというふうに考えております。このため、災害時でもサービスの提供が継続できるよう、電話リレーサービス提供機関におきまして、通訳オペレーターの拠点の分散化ですとか、それからコール数の増加にも十分対応できるような機材の確保などの体制整備を適切に行う。 いいうことが必要でございまして総務大臣がこれを基本方針において定めるということを想定してございます長久君、はいあの。今おっしゃったの拠点の分散化ということもです、ね、極めて重要だというふうに思いますので、ぜひあの対応をお願い申し上げたいというふうに思います。で今回あの、私、勉強してです、ね、いろいろ分かったんですけれども、この電話リレーの方法にもです、ね、いろんな方法があるんだということが分かりました。まあ、各国です、ねまあこの今 日本財団さんがやられているのは VRS と TXT という方式なんですけれどもアメリカやオーストラリアではですね この CTS と言われている方式がまあ極めてあのよく使われているというふうに聞いております。CTS というのはどういうものかというと発話が可能な方がですね、オペレーターを介さずに直接相手方に話しかけると、で相手方からはオペレーターを介してまあ文字等々でですね返ってくるというものですね。ですから発話は自分でする。でも返ってくるものはあの文字や手話で見るというものだというふうに。 思いますけれども、これがです、ね、例えばアメリカで申し上げますと、ちょっとすみませんね、この CTS がですね、2020年2月の利用時間として、CTS が84.7万時間。 えー、VRS は18.7万時間、TXT が1万時間ということで、まあ、今、日本がやろうとしている方式でも VRS と TXT の方式なんですね。でこれよりも,です、ね、もう3倍程度多い需要があって、この CTS の方式が利用されているというふうに聞いております。えーまあ、アメリカとです、ね、日本では事情も当然異なるというふうに思いますし、今、まあ、文化も異なるわけでありますけれども、まあ、こういう CTS 方式がです、ね、アメリカでこれだけ使われているということは、やっぱり 使い勝手がいいからあーということだと思いますし、それだけの需要があるという、潜在需要があるということも考えられるというふうに思います。こういった方式をです、ね、ぜひあの検討いただきたいというふうに思いますけれども、見解を伺いたいと思います。はい、高木局長 お答え申し上げます電話リレーサービスにおける通訳方式、これ、いくつかございますけれども、これにつきましては、本法案の策定に先立って、総務省、厚生労働省において共催いたしました、電話リレーサービスに係るワーキンググループにおいて、検討が行われたところでございます。このワーキング,グループにおきましては、委員ご指摘の CTS 方式のような、利用者の音声を相手先にそのまま伝えて、 相手先からの返答だけを利用者にテキストで伝える方式を希望する意見も確かにございましたけれども、現在、日本財団のモデルプロジェクトでは、手話リレーと文字リレーが提供されており、利用者の利便性の観点からその利用環境を維持することが望ましいとされたこと、また可能なものから速やかに公共インフラ化を行うべきであることが提言されたことから、まずはこの手話リレー、それから文字リレーによって、公共インフラとしての電話リレーサービスの提供を開始することを想定しております。 CTS 方式のように、必要に応じてオペレーターを介在させないシステムは、これは技術的には実現可能でございますけれども、システムの構築や運用が複雑になる恐れがございますので、利用者のニーズを十分勘案しながら、今後、検討を進めてまいりたいと思っております柳瀬君。 これ各国で実施されている方式ですので、これは技術的には当然可能だというふうに思います。ぜひですねご検討いただいて、いろんなサービスがあるということが重要だというふうに思いますので、ぜひお願いしたいと思うんですけれども、そういった意味では、先ほども出ましたけれども、声虎、ミエトラえル電話ですね、これも聴覚障害者の皆さんの遠隔コミュニケーションを補助する取り組みとしてなされているというふうに聞いています。ちょっとと説明しますすこのコエトラはですね NICT さんですね、本当素晴らしい技術をいろいろと開発されているなというふうに思いましたけれども、NICT さんの音声認識技術および音声合成技術を用いて開発されたスマートフォンおよびタブレット端末用のコミュニケーション支援アプリであります、聴覚障害の皆さんと聞こえる人との間を、文字と音声の相互,相互変換でつなぐものということで。 ありますこれが、ですねこのアプリが2020年の2月29日時点で18.6万ダウンロードということなので、かなり利用されているなというイメージを持っております。また、ですね NT ドコモの見える電話、これも文字と音声との相互変換技術を利用して、まあ、固定電話、スマートフォンを利用して、ですねあのしっかりとつなぐことができるものというふうに認識をしています。ただこれはあの手話に対 対応できていないということや、まあ緊急通報ができないといった問題点があるというふうに思いますけれども、もうこういった既存のですね、さまざまなサービスをより使い勝手を良くしていくということも私は重要だというふうに思います。ですから、まあこの例えば見える電話を100当番緊急通報がつながるようにしていくといったあのこともですね、あのぜひご検討いただきたいというふうに思いますし、またさまざまなこのコイトラ見える電話がですね、さらに利用が広がっていくといったことも必要だというふうに思いますけれども。 こういったさまざまなサービスをです、ねえー、より広げていく、より使い勝手をよくしていくということが必要だと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。はいえー、谷局長 お答え申し上げます委員から今、例としてご紹介いただきましたけれども、NICT の音声認識技術を活用いたしまして、音声と文字を相互に変換する声トラや、電話で発話した音声を文字で聴覚障害者等に伝達する NTT ドコモのメール電話など、電話リレーサービス以外にも、聴覚や発話に障害のある方と、耳が聞こえる方との間の円滑なコミュニケーションを支援するサービスが存在をしているところでございます。先ほど委員からコエトラが累計18 8万ダウンロードというご紹介をいただきましたけれども、アプリの年間起動回数は88万回、1日平均で2500回使われているということで、やはり十分なニーズがあるんだというふうに私どもとしても認識しております。将来的には音声認識や AI などの先端技術の一層の向上によって、聴覚や発話に障害のある方が、電話を含め、情報通信サービスをさらに円滑に利用できるようになる可能性があると認識しております。このためめ本本法案ににに基基づききままししてて総務大臣が定めるる方針におきまして聴覚障害者等による電話 の利用の円滑化に関連する技術開発の推進に関する方針を示し,をし、自動音声翻訳技術の活用など、関係者による未来を見据えた技術開発についても、積極的に促してまいりたいと考えております。はい 柳瀬君、はい、ありがとうございますあのぜひ、さまざまなサービスを選べるということが僕は重要だというふうに思いますし、またそのこのサービスがですね、あのまあ、なかなかこう機能しないといったことも考えられますので、そういったときに大体のサービスがあるということも重要だというふうに思いますので、まあ、いろんな可能性、技術、テクノロジーをです、ね、しっかりと活用して、より利便性の良いものにしていただきたいというふうに思いますし、また冒頭申し上げたとおりです、ね、私もしっかりと広報啓発にです、ね、努めてまいりたいというふうに ふうに思います、えー、と論点がですねかなりかぶっておりましたので、用意した質問はもうこれで終了してしまったわけですけどあと2分あるということですので、大臣にお伺いしたいんですけれども、あのー、来月、東京都知事選挙があのございます、えー、すみませんね、都知事選挙があるんですけれども、総務大臣として、ですねこの東京都知事、えー、として、えーまあ、どういう人物がふさわしいというふうにです、ね、あのお考えなのか。あのこの この点について、もし何か、ご見解があれば、お伺いしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、高市総務大臣 <laughs>、えー。東京都知事選挙ということですから、東京都民の方々が。ふさわしいと思う方を選ばれると存じます。<laughs> はい、柳瀬君。はい、あの貴重なことでありがとうございました。<laughs> あの、終わりたいと思います。ありがとうございました。 Oh. So